皆さんこんにちは。ママメイクアップアーティストのアリサです。今日の動画はこちらです。ソフィーナプリマビスタクリーミーファンデーションのレビューをさせていただこうと思います。こちらは化粧品検定協会様から応募してプレゼントで当たったものになります。はい、最後の年末の運を使い果たしました。うん、こちら限定品で5400円のものになります。デパコス級です。見てください、このきらびやかなコンパクト、めちゃめちゃ可愛くないですか。アナ雪のエルサが使ってそうなデザインで、でこちら夜遊びファンデということで、夜のシーンでもなんか映えそうなコンパクトですよね。夜パッとお直しで出した時キラキラして、友達に何それとか言われそうな感じぐらいめっちゃ可愛いケースになっています。こちら箱に記載されているんですが、あなたの大切な3時間をひときわ綺麗に見せるクリーミーファンデーションだそうで、一塗りでどこから見ても滑らかな色白ツヤ肌になるそうです。色白でツヤ肌、もう誰もが求めていると思います。どんな風な仕上がりなのかめちゃくちゃ楽しみです。3時間勝負？これ3時間経ったらどうなっちゃうの？使用感とまたちょっと3時間後の経過、6時間後の経過も見ていただこうと思います。開けるとこんな感じでスポンジとファンデーションがセットされています。こんな感じで結構ねクリーミーなファンデーションです。そしてカバー力もこんな感じで結構しっかりとありますよ。ちょっと心配なのが、こちらプレゼントでいただいたので色を選べなかったんですね。2番のスイートベージュでちょっとピンクがかっているんですよ。もう私はバリバリのイエロー肌なので、それがちょっと馴染むのか心配でございます。でこちらは使用する前に下地が必要になるので、こちらプリマビスタの皮脂崩れ防止化粧下地を使っていきます。ライン使いです。私は混合肌になるので、下手にクリームファンデーションとか使うとめちゃめちゃテカるんですね。勝負の時はもうできればクリームファンデーションは避けたいんですよね。だけどプリマビスタは皮脂崩れしない勝負下地で有名なので、クリームファンデーションはかなり期待が高まっています。使用方法はスポンジに多く取りすぎないことが綺麗に仕上がるポイントだそうです。ちょっと薄めに重ねていこうと思います。ここから、おお、すごい綺麗に伸びますね。さっさっさっと、おお、仕上がりめっちゃ綺麗です。仕上がりがリキッドとパウダーファンデーションの中間のような感じで、あんまりテカテカしていないんだけど綺麗なツヤは出ていて、毛穴は滑らかになっていて毛穴落ちしていないです。とりあえず半分塗っていきます。うわー綺麗、鼻とかもめっちゃ綺麗、少量で伸びるからこれはコスパすごくいいと思います。はい、こんな感じに塗り終えました。すっぴんと比較していただくとお分かりいただけるんですが、なんかすっぴんと変わらず素肌感は残されているんですが、自分のお肌が3ランクほど綺麗になったっていう感じだけど、気になる毛穴とか色ムラはすっごく綺麗に隠されています。一言で毛穴って言っても毛穴の黒ずみだったり、あの毛穴の開きだったり、いろんな悩みがあるんですが、その毛穴の黒ずみもきちんとカバーされているし、滑らかになって目立ちにくくなっています。で私の中で勝負肌といえば結構しっかりめにカバーされてツキがないお肌っていうイメージだったんですが、こちらはこう素肌感を生かしたようなヌーディー肌です。私の感覚としてはあのかなり軽い、で3時間後でもテカらなさそうっていうなんか期待感がすごく高まっています。ではこの上からちょっとコンシーラー塗っていこうと思います。塗ったところが浮くっていうこともなくナチュラルに溶け込んでいます。次に反対側はちょっと自分流のやり方でやってみようと思います。まず先にコンシーラーを仕込んでおきます。シミなんですが、まあある程度薄いシミはそんなに気にならなくなりました。で分かりやすいのがこのほくろなんですけど、
ここで光が当たっていない時はちょっとうっすらこんな感じで見えているんですけど、こう光が入るとここで乱反射が起こって光を味方にしてこのほくろが見えなくなっているのがお分かりいただけますか？夜遊びに限らずこれは日中に使いたいですね。ブラシを使おうがスポンジを使おうが綺麗な仕上がりですね。ならスポンジの方が綺麗に仕上がるかもしれないです。こうリキッドファンデーションだと出して塗ってとかそういう煩わしさがあるんですが、リキッドファンデーションのように綺麗にムラなく仕上がって、パウダーファンデーションのように手軽に塗れるっていうことでかなりよろしい。はいつも使っているフェイスパウダーをのせていきます。混合肌で崩れてしまったっていうそういう流れが多いので、次回フェイスパウダーを重ねたら崩れにくくなるかもしれないっていう終わり方、そういう終わり方がよくあるので先を見込んでもう先につけちゃっときます。それでは後ほどまた3時間後にお会いしましょう。バイバーイ。はい、3時間経過したお肌の状態がこんな感じです。よりピタッと密着してツヤ感が増した感じがします。うん、で特にテカリとかも全く気にならない状態です。それではまた3時間後にお会いしましょう。はい、6時間経過しました。特に乾燥することもなく皮脂崩れもすることなくこんな感じに6時間が経過しました。アラサー混合肌でもすごくお肌に馴染んでとっても気に入りました。では以上、最後までご視聴ありがとうございます。気になる方いらっしゃいましたらぜひタッチアップしてみてください。すごくおすすめです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。